はい、皆さんこんにちは。今週も始まりましたゴルフワンチョコです。進行役のスイングナビゲーター兼ティーチングプロ、ナッキー渡辺です。どうぞよろしくお願いいたします。今週も先週に引き続き、スイング中の注意点について説明させていただきたいと思います。今週の注意点なんですが、こちらになります。トップの形からはクラブを下ろそうとせずに、腰の動きから上半身が左へ向かされる力を利用してシャフトをボールに向けるようにするというのが今週の注意点になります。これも口で説明するのはとても難しいと思いますので、見本を見せながらですね、皆様にお伝えしていきたいと思います。どういうことだと言いますと、トップの状態と言いますのが、先週やりました、この右足踏ん張っている状態で左へですね、向こうとしている形、さらに、お腹が少しねじれている状態になっていると思います。この状態をですね、まずキープしていただいて、この状態から左へ当然踏ん張っていますので戻ろうとします。この戻る際にやはりボールを見てますので、ボールにクラブを持っていこうとされる方が非常に多く見られます。そうしてしまうと遠心力すら生まれないというふうになってきますので、必ずトップの状態からこの体重がですね、左に戻りかけた瞬間はこの形をキープしていただいて、そこから腰の回転が入りますと自然に体が左下を向こうとします。この左下を向こうとする動きで、このグリップエンドをボールの方に向けていただくというふうになるのが最後の動きになります。でその際、注意したいところなんですが、顔が上へ向いてしまいますと当然体も上向きになって、シャフトがボールの方に向かなくなります。ですので、必ず顔が少しほっぺたですね、ほっぺたが左のほっぺたがちょっと左の下を向くような形の顔にしていただくと体も下向きになりますので、そこで、シャフトが向きましたらですね、そのまま下ろしていただいて、ここから勝手にクラブが変えるような動きをしますので、それまでは下を向いたような形のままキープしていただきたいなと思います。そしてこのクラブが返った勢いを利用して重心を動かしてフィニッシュまで持っていくというのが最後の作業になりますので、必ずこの形になるように、腰も回していただきたいなと思います。もう一つポイントとしましては、この飛球線があるんですが、その飛球線後方、右斜め45度ぐらいにですね、このお尻のポケットのあたりがトップから向くような動きをしていただきますと、大反して体が左下を向きやすくなってきますので、それを反復していただいて、トップからはクラブを下ろさずにですね、この状態でクラブがボールの方へ向くようにしていただくように反復して練習をしていただきたいなと思います。また次週からは違うポイントについて説明をさせていただきたいと思いますので、ぜひご覧いただきたいなと思います。ではよろしくお願いいたします。失礼します。